こちらのワインですが、ル・トゥーレル・ド・ロングビルという赤ワインです。ボルドーのポイヤクという地区になります。フランスのボルドーって言いますと、ちょうど西南部ですね、真ん中にジロンドという川が流れておりまして、その川の左側の部分で作られる赤ワインになります。ボルドーのワインといいますのは1級から5級まで格付けが決められておりまして、こちらのワインは、シャトー・ピション・ロングビル・バロンという2級の赤ワインのセカンドのワインになります。ブドウ品種はカベネ・ソーヴィニヨンを主体に、メルロー、カベネ・フランというブドウ品種が3種類使われております。合わせる料理としましたら、ローストビーフですとか牛肉のステーキなんかが非常によく合うんではないかと思います。こちらのワインですが、シャトー・オーバージュ・アベルーと申します。フランスの西南部にボルドーという地域がありまして、真ん中をジロンドという川が流れております。その川の左側の部分で産出される赤ワインです。ボルドーには1級から5級までの格付けがありまして、その5級の中にシャトー・ランシュバージュというワインがあります。そのワインのセカンドのワインになるのがこちらのオーバージュ・アベルーです。ブドウ品種はカベルネ・ソーヴィニヨンを主体にメルロ、カベルネ・フラン、4種類目がプティ・ベルドという補助的ブドウ品種が使われて、4種類のブドウから成り立っております。合わせる料理としましたら、仔羊のローストなんかが非常によく合うかと思います。こちらのワインですが、コルディアン・バージュと申します。地域はポイヤックという地域になります。大きく分けますと、ボルドーですね、フランスの西南部、少し南のあたりにボルドーという地域があります。真ん中にジロンドという川が流れておりまして、その左側の地域になります。ポイヤックと言いますと、世界的に有名なムートン・ロートシルトですとかシャトー・ラッセルなんかが有名な地域になります。ブドウ品種は、カベネ・ソーヴィニヨン中心にカベネ・フラン、こちらの2種類が使われており、合わせられる料理としましては、仔羊のロティ、ローストですとかローストビーフなんかが非常によく合うんではないかと思います。